こんにちは、遠藤聡です。ウェブマスターの裏話、改めウェブマーケティングサースでということで、今後、またですね、動画を公開していきたいと思います。毎週ですね、1本必ず木曜日にですね、このように動画を公開していきますのでですね、ぜひご覧いただけたらと思います。今回お話しする内容なんですけれども、ウェブ担当者の方ですね、担当者の方でインプットしすぎ、インプットに夢中になってるじゃないですかというお話をしたいと思います。これですね、先日本当に僕のですね、お手伝いしている会社様のウェブ担当者の方にですね、ちょっと言ったことなんですけれども、その方ですね、すごく勉強熱心で意欲的にですね、いろんなセミナーに出たりとか、あと本を読んだりとかですね、いろんなことをされてるんですね。これ僕自身にももう言えた、ここ数年ですね、言えたことで、最近はそれもなくなったんですけれども、何かというとですね、インプットばっかりしちゃうんですね。セミナーに出る、本を読む、素晴らしいことなんです。でインプットするってすごく大事なんですけれども、ある程度インプットしたらですね、もうそこで変な話、頭打ちになっちゃうんですよね。頭打ちになっちゃって、そこを超えていくには何が必要かっていうと、アウトプットなんです。でアウトプットっていうのは、アウトプットって聞くとですね、こう何か自分を情報発信しなきゃいけないとかって思っちゃう人もいるんですけど、それもアウトプットなんですが、そうじゃなくて、それ以外にもですね、行動するってことなんですよね。ただ、セミナーとか本を読んで、勉強なんですよ、それは。勉強、頭に入れてるだけで、知ってはいるっていうだけなんです。でそれをアウトプットする、行動することによって、初めて学びになるし、身につくと。知っているだけからできるようになるというのは、必ずアウトプットがあると。なのでインプットばっかりしてても、決してですね、ウェブマーケティングで何か成果が上がるってことはありません。インプットしててもですね、アウトプットがあって初めてそれが成果になっていくわけですから、例えばね、 Facebook の使い方とか、企業ブログとか、SEO のこととかですね、いろいろ勉強するのは大事な、勉強しててもそれを実際に実践しなければ全く意味がない。これ実践して初めて成果になるので、インプットして勉強してるだけではですね、決して成果って出ません。当たり前なんですけれども、やはり自分にそこまで の知識というかね、インプットが足りないんじゃないかって思っちゃうんですけども、ある程度ですね、やっぱりもうそれなりに本も読んで、セミナーもいろんなところで、ここでも聞いた話だなとかですね、この話は前にも聞いたなとかっていうね、ことが出てくるようになったんですよ。もうそれインプットとしてはもう頭打ち、 もちろんですね、ビビたるちょっとずつはあると思いますし、どのセミナーでも一つぐらいはですね、新しい気づきだったり発見あると思います、あると思うので、それをやってもいいと思います、やってもいいんですけど、それ以上にインプットのところを超えていくにはですね、やっぱりアウトプットということで行動する、もちろん情報発信という形でアウトプットしてもいいんですけれども、それを実際に実践する、やってみるっていうこと、これをですね、ぜひやっていただきたいなというふうに思っています。インプットばっかりじゃなくて、自分に自信を持って、ある程度インプットしたらですね、もう自信持ってアクションを起こして行動していこうというようなお話を今回はさせていただきました。ぜひ、これを聞いてですね、インプットばっかりしてるなと思ってる方は、ぜひそのですね、インプットしたものをそのままにしておくともったいないですから、ぜひですね、アウトプット、行動に移していっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。それではまた来週のウェブマーケティングSaaSで。